サッカー選手がいつまでも痛がる理由。内田篤人氏が解説。元サッカー日本代表の内田篤人氏36が、司会を務める YouTube SDGs スクールを更新、サッカー選手がなぜピッチでいつまでも痛がっているのか、を明かした。レスリングの吉田沙保里氏や、バスケットボールの田中大輝など、他競技の一流アスリートを招いて、それぞれの競技の不可解な点を指摘し合った。サッカーはゴール後に派手に喜びすぎて疲れないの?という疑問に対し、内田氏は、走り回った後、賢い人は次の作戦を打ち合わせながら、ゆっくり戻っていると明かした。さらに怪我をしても、なかなかピッチを出ない理由についても、すぐ外に出ちゃダメ、痛がっている間に交代する人、次のセットプレイでマークする人を決め直している、その時間を稼がないといけないと続けた。やっぱり時間稼ぎなんだよな。納得、長すぎる時は、作戦がうまく立てられない時なのかな。中東の選手を見てるとそうは思えない。やっぱり、サッカー選手は痛がりすぎかなと思う。それもマリーシアと言われればそれまでだけどね、見てて気持ちの良いものではない。ガードやブロックはできないから、当たられた瞬間はマジで、悶絶するくらい痛い時もある。こればっかりは文化というか、トップ選手も普通にやってるのでね、あんまり疑問持たずにやるようになる。22人のプレイを3人だけで。くまなく見るというのはほぼ不可能ですから、オーバーにアピールしないとファウルを認めてもらえないという事情があるのだと思います。ネイマールの大げさが、すごすぎた。